寝たかい、子供たちは。ええ、馬車に揺られるとすぐに寝てしまうから。怖いか。心配するな。じきにこの暗い森を抜ける。ここは痛みと絶望の吹きだまり、血に乾いた獣たちの森だ。命を育む場所ではない。私たちには温かな家が待っている。長く苦しい旅だったな。でもその苦しみももうすぐ終わる。ええ、そうね。